今日こうして久々にまたお世話になります。よろしくお願いいたします。たくさんポスターを貼っていただきまして、西尾雪だらけでございます。もうね、入り口の方にも一途な声たくさんね、応援をいただいておりまして、今日12時になりましてね、こみちゃんが一生懸命前説をしてくれて、ね、皆さんにお知らせしてくれました。この一途な声は6月の14日に発売をさせていただきまして、もう今お聞きいただきました通り、久々にこうしてね、また鈴木楽器店さんにお邪魔させていただいたんですけども、前回はふるさと愛歌、ありました、2022年、自分のね色紙を発見するのが一番早いようです。2月の16日に、はい、以前はお邪魔させていただいておりましてね、まあこれまではデビューさせていただいて、いろんなお着物姿だったりとかね、ドレス姿も時々はあったんですけれども、前回はお着物姿でね歌を歌わせていただいておりまして、まあガラッと今回もまた、洋装スタイルで歌を歌わせていただいております。ちょっとだけねヒールが高めなので、皆さんからちょっと見下ろす感じになっちゃうんですけど、急に背が高くなったような気がいたしますけれどもね、今回は、作詞が鮫島龍生先生、そして作曲が吉育三さんにプロデュースをしていただきました。私の出身地が青森県でございまして、今日もですね、実は前回も同様なんですけど、同級生が見に来てくれてってね、今どよめいてますけども、はい、同級生がね、津軽弁でしゃべればね、すごく大したいいかなと思うんですけど、はい、またそして青森出身のですね、今歌手としても大活躍されております本間かねちゃんもね来てくれたんです。ありがとうございます。今ね一生懸命全国各地ね行き来してるんだよね。はい、歌のお仕事でね、ずっと青森の方が多かったんですけど、全国版になりまして、また全国各地あかねちゃんも頑張っておりますけども、はい、妹みたいに可愛いんですよね。もうね、本当一生懸命頑張ってますね。ぜひ皆さんの歌手仲間で後輩なんで応援してあげてください。ごめんね、何回も話してしまいました。そう、まあその他の皆様はもうほぼ私のもう親戚といいますか、もう本当に日頃からお世話になっている皆様がね、久々に顔を合わせてくださったような、そんな気がしております。もう一番前のお席の皆さんもね、もう一番前なんで、もう至る所が全て見えるんじゃないかなと思いますけども、はい、今日は短い時間ではありますが、どうぞ最後までゆっくり、していってください。そしてまた新曲もね、一途な恋、また後ほど歌わせていただきます。もうちなみにYouTube とかもう再生もね、たくさんの回線も伸びておりまして、見ていただいているお客様も非常に多いんですが、あとはもう事前に CD 買ったよという方もいらっしゃると思うんですけど、もうちなみにカラオケとかでは歌ってるよという方いらっしゃいます？いらっしゃる？あ、やっぱりそうですかね。なんとなくそんな気がいたしました。一緒にね、もう歌ってこうくださってたので、なんとなくもう歌の方も覚えて歌ってくださってるのかなと思ってました。すごく歌いやすい歌になってます。今までみたいにうなりとか拳、まあそういったものをこう力強い歌もこれまであったんですけど、そういった意味では今年おかげさまで30周年ということでね、はい、お客様からお決まりの拍手をいただいているような、そんな気がしますけど、もう早いもので、30周年、まさかね、自分がこうして、まあ、10年の月日だけでも自分にとってはすごいなと思ってたんですけど、それが20年、30年、まあ、10代でデビューさせていただきましたから、もういろんなシングルをねこれまで出させていただいて、過去にはラジオ体操とかね、あとはヤッターマンとかね、いろいろアニメソングとか、ありがとうございます。大好きですか？ありがとうございます。最近はね、いっぱいアニメの歌世界も大ヒットしてる歌もありますが、そんな中でもヤッターマンの歌を歌ってみたり、あとは、
そうですね、モノマネをね、やらせていただいたり、モノマネ歴ももうかれこれ25年になりまして、はい、あ、これはまた拍手をいただいてありがとうございます。もうね、ついついまあ、最近はね、やっぱり私も演歌歌手として30年ですけど、モノマネ歴もだいぶ古くなりまして、まあそうですね、思い返してみると、モノマネグランプリという番組に出させていただいたのがかれこれ25年前ですから、まあ私の年代も20歳、ぐらいでしょうか。あ、はい、20歳過ぎたあたりからですね、いろんなのモノマネの番組にずっと出るようになって、かれこれもういい年代になってまいりましてね、もうコロッケさんの次ぐらいに古いジャンルに、まあ、モノマネの方もなってまいりましたが、相変わらずモノマネも頑張っておりますので、大谷投手じゃないですけれども、私も二刀流で頑張っていけたらなと思っております。まあ、まだね、冒頭で1曲しか歌ってないんですけど、ありがとうございます。今日は久々にね、こうして皆さんともお会いできましたし、懐かしい曲をここで1曲お送りしたいと思います。デビューさせていただいたのが10代の頃でした。その当時はたくさんの新人賞をいただくことができました。その中でも日本レコード大賞最優秀新人賞をいただいたのがこの作品です。デビュー曲、海峡恋歌、聴いてください。ありがとうございます。歌いながら、デビュー当時のことを思い出しておりましたけども、まあ、田舎でですね、17歳の時まで、青森におりましてね、高校生でございました。でそこからスカウトをされて、私は上京したのがまあその頃だったんですけれども、それから、まあね、19歳でデビューさせていただきました。さあ計算が早いなと、私の年齢がね、もう隠すことないというね、感じで、もう月日が過ぎてもういい年代になりましたけども、でもその時はですね、未だに覚えている光景があります。もう30年前の出来事なので、皆さんもしかしてその当時の記憶ってありますか？まだね、生まれてないよという方ももしかしていらっしゃるかもしれない。はい。でもその時はですね、私場所が TBS のスタジオの中からの、実は中継だった、生放送だったんですけども、で、田舎にですね、ロケで、母とか、親戚がですね、映像を撮りに、まあ、東京から行きまして、スタッフの皆さんが、私に内緒で、って言って、で受賞した時に、ご両親からメッセージが届いておりますっていうので見て、初めて最優秀新人賞をいただいて、で映像を見たんですけども、まあテイク10回ぐらいだったみたいです。はい、慣れてないもんですから、まだ父もですね、元気でいた頃だったんですけども、母もまあテレビに出るなんてこともないですから、今も農家をやりながらですね、弘前の方で頑張ってくれてるんですが、その母もですね、私本名が里見っていうんですね。まああまりこういったお仕事では本名を言うことないんですけど、はい、里見っていうんですけど、その里見けっぱれっていうね、頑張れっていう意味は津軽弁ではけっぱれっていうんですね。でそれ一つ言うのにですね、緊張しちゃって、母はね、何十回もやったって、はい、言っておりましたけども、まあその時の映像を見るとね、なんだか父も元気だった頃なんですけど、まあそれから、そうですね、私がやんざらえという作品をいただいたのが、その後2作してからだったんですが、3作目にいただいたのがやんざらえという歌だったんです。でその時に、肝臓がんで父はですね、48歳の若さで亡くなってしまって、まあでも私もまだね、20代前半でお父様は若かったですねってよくその当時言われてたんですけど、そんなにね、自分の中では48歳ってすごく若いって感覚がした、まあ、父と思ってたのでね、お父さんの、まあ、お父さんと思ってたから、だからそうやって考えると、あれ、今私が同じ年になってると思うと、なんだかね、この歌の世界をこう教えてくれたのが父だったので、ずっと声の続く限りね、歌の世界で頑張っていきたいなって改めて、まあ、思うね、また今日は一曲をお届けさせていただいたんですけども、まあいろんな年出来事があって、こうして30年って本当にあっという間だなと思いますが、いやー、まさかこのコロナ禍にね、
なるなんて私も想像してなかったですし、お客様もいろいろと大変な思いもされた方もたくさんいらっしゃるかと思います。もう外に出かけることもね、なかなかままならぬ、やっとこうして少しずつキャンペーンも私たちもできるようになりました。もうその当時3年前はもうお仕事も全てキャンセルで、もうどこに出かけることもできなくなってしまって、で、まあ、ひたすら YouTube ですとかね、撮影をして皆さんに一つでもこう元気になってもらいたいという思いから、まあ、そういったチャンネルを作ったりですとかさせていただいてるんですけど、相変わらず YouTube の方もやっておりますので、またぜひそちらの方もね、チャンネル登録していただいたりしていただくととっても嬉しいなと思ってますけども、そんな中でまたみんながね、これから今日もニュースでやってました隅田川の花火大会もまた4年ぶりかな、開催されますっていうことでお知らせがあったり、お祭りもこれからどん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 増えてくると思いますので、私もね、前作ふるさと愛花の時にカップリング曲でとりあえずビールという歌を出させていただいてました。で、またね、今年こそはもっともっと皆さんに聞いていただいて応援いただきたいなと思うぴったりな歌になってるんです。ですので今日はここでとりあえずビールを皆さんで一緒に、ちょっと目の前におビールはないんですが、あるような気持ちで乾杯というのがたくさん出てきます。ですから右手でも左手でも両方でも結構です。空いてるよという皆様、歌の中に乾杯ってたくさん出てきますので、ぜひよかったら参加していただいて、楽しい雰囲気でね、盛り上がりたいと思います。それではお付き合いください。とりあえずビールでーす。さあ元気いっぱいいきますよ。乾杯。そしてビールにはぴったり合う、うなぎ市のかば焼きというね、実は歌も入ってるんです。もう本当の高級魚でございますけれども、今回ご縁がありまして、鹿児島県にあります山田水産さんの養殖のうなぎ場があるんですね。で、そこの会社さんとのコラボ企画ということで、これはまたかっこいい歌になっております。うなぎ師さんってうなぎをね、養殖してどんな餌を与えたらストレスを与えず美味しくこう育ってくれるかっていうね、もう今お魚もすごく高くなっておりますけれども、高騰しておりますけれども、まあそんな中ですね、鹿児島に出かける際、そしてまたスーパーにもですね置いてございますので、ちょっと高級ではございますが、牛の日、土曜のね、牛の日のあたりにはビールとこのうなぎ市のかば焼き、両方ね、音楽を聴きながらぜひ召し上がっていただきたいなと、プレゼントすることできたらよかったんですけど、はい、ぜひ思い出していただきながらね、 CD 聴いていただきたいと思います。さあ今日はですね、もうあっという間のお時間でございましたけれども、そろそろ皆さんとお別れの時間になってしまいましたが、はい、もうあっという間でね、もうお時間が過ぎてしまいました。ですが今日はこうしてまた久々にね、鈴木垣さんにお邪魔させていただきまして、たくさんの皆様にこうしてわざわざお越しいただきましたので、ささやかではございますが、私から実はプレゼントを用意してるんです。うなぎだったらいいよね。本当はうなぎだったらよかったんですが、うなぎではないんですけれども、皆さんね、今日お買い求めいただきました皆様には、CD お買い求めいただいた皆様、毎度、色紙の方にサインを、お名前を入れてね、サインをプレゼントさせていただいて、ツーショットでお写真を撮影させていただくというのが通常だったんですが、さらにですね、皆さんにはもっともっと宣伝していただきたいと思いまして、お一人お一人のお力でと思って、よく居酒屋さんとかお店さん、夜のお店とかね、出かける方も多いと思うんです。そんな時にどこでも貼れるステッカーどうでしょう、はい、一途な恋ステッカーを作りました。じゃーん、こちらでございます。ありがとうございます。ユリってね、今回作ってもらいました。で、これ3パターンあるんですけれども、まず一途な恋って書いてるのが一番上のちょっと長めな感じの、ステッカーで、右下こちらがですね、30周年 DH って書いた西尾ゆきの、これですね、と、あとは、ゆきにしおって書いた、これ私がデザインしたんですけど、愛犬の小五郎くん、ワンちゃんおりましてね、その小五郎くんが、サングラスをかけたように見せた、
漢字で、中には有機西尾というふうに書いてます。はい。こんな感じのね、ロゴも作りまして、で、このシールが3パターンあります。で、これよくよく皆さん見てみてください。後ろのお席の皆さん見えづらいかな。実は文字以外に QR コードがついてるんです。はい。すごいでしょ？今はこの時代なんです。で、この QR コードをですね、ぜひかざしていただけましたら、今私がやっております SNS、すべて、お選びいただけるようになってるんです。これ1個だけに、通常ならばその流れで、こう、例えば YouTube が見たいと思ったら、YouTube にしか反応しないと思うんですけど、この QR コード3つ、それぞれはですね、どこにかざしてもらっても、YouTube とか TikTok とか Instagram とか Facebook とか、私がやってるものすべてがブワーって出てきます。おーですよね。皆さん理解できてますか？大丈夫？私もお願いしたのはいいんですが、開いた瞬間ブワーって出てきましてね。あ、こんなにいろいろ SNS って、それぞれ皆さんやってらっしゃる、全部が全部やってらっしゃらないと思うので、好きなものを選んでもらって、で、そこで私の、スケジュールだったりとか、今後テレビはこういうの出てますとか、あと YouTube があなた更新されたら、更新されましたよとかって、わかるように YouTube の方につながるようにもなったりとか。はい。ですので、これを皆さんとお酒のお好きな方は、ボトルとかね、ボトルキープに貼ってもらったりとか、はい。好きなところに、鏡とかね、あと携帯でも何でもいいです。はい、これCD1 枚につき、1枚、こちらプレゼントさせていただきますので、今度は皆さんのお力で、ぜひ宣伝してもらいたいなと思いますので、今日はですね、お買い求めいただきました皆様にプレゼントさせていただきます。で、もっと欲しい、たくさん欲しいよという方は、もうね、普通に皆さん考えていただきましたらば、2枚、3枚、10枚買っていただきますと、ステッカーも10枚もらえるということで、はい、よかったら、お買い求め、はい、いただきたいと思います。今日ね、千葉からね、井上さん、ありがとう。どうもありがとう。いつかとね、私も待ちわびておりました。一番前のお席でね、応援いただいておりますけども。さあ、もうね、またこれからテレビの番組も BS 日本の歌ですとか、なかなかね、演歌の番組少なくなってきましたけども、そういった中でもBS 富士の番組だったりとか、いろいろと、BS12? はい。まあ、なかなかね、地上波の演歌の番組って本当少なくなってきたんでね、なかなか、見るチャンスもないかと思うんですけども、これからまた収録も入ってきますので、細かいことはまた西尾駅のホームページなどもね、見ていただいてチェックしてもらいたいと思います。まずはですね、この一途な恋、おかげさまで、今大変好調でございまして、オリコンチャートもですね、今ベスト20の中に入って、今13位だったんですかね。はい。13位をいただいて、はい。今、いるところです。ですので、皆さん、ぜひ、今日はいっぱい買っていってください。どうぞよろしくお願いします。また、優先ですとかね、そちらもお出かけの際には、またリクエストしていただけるととっても嬉しいです。では、最後の最後になりましたが、一途な恋を、よかったら、知ってるよという方もね、いらっしゃると思いますので、一緒に皆さんと歌って、お別れをしたいなと思います。あ、歌詞カードとかお持ちですか？あ、持ってたらね、せっかくなんで一緒に覚えて歌いましょう。吉幾三さんならではのですね、メロの雰囲気が実はちょっと隠れた難しさがあったりします。はい。息切れするような石段仰ぐとかね、例えば細かいところにしっかりと、一つ一つに願いを込めて、こういったところも、はい、細かいところをね、皆さんのちょっと気をつけていただきながら、最近YouTube の方もね、男性も女性も皆さんチャレンジしてくださってるので、この歌は、男性女性にもぴったりな歌、そしてまた一途な恋というねタイトルなので、皆さんにとって大切な人を思い浮かべて、ぜひ歌っていただきたいと思います。それではお届けいたします、一途な恋です。息切れするような石段
新曲タイトルが一途な恋といいまして、30周年記念曲を、頂戴することができました。今回はですね、作詞は鮫島龍生先生、そして、同郷の、作曲は吉育三さんに今回曲を書いていただきまして、ご自身もお忙しい中ではあったんですが、雪の30周年ならば書いてやるよということで、吉さんに曲もいただくことができました。まあ、歌の方もですね、歌世界はこれまでいろんな歌を歌わせていただいている中では、まあそうですね、うなりとか拳とかどちらかというと力強いような歌の雰囲気ではなくて、ストレートな思いを歌わせていただいている、まあ歌謡バラード調な雰囲気になっております。ですので、とってもね、歌いやすい雰囲気の作品に仕上がっています。ぜひまたカラオケなどでも歌いやすい曲になると思いますので、ぜひ大切な、あなたを思い出していただきながら歌っていただけるとより、素敵に歌えるんじゃないかなと思います。とてもとても素敵な、作品ができました。どうぞ皆様、これからも応援いただきたいと思います。今日はお世話になりました。ありがとうございました。応援してください。